ティアラチャンネル。ねねもドッキリ仕掛けたい。ねえドッキリ仕掛けたい。ドッキリ。今日は、音フェチね、を撮っていきたいなと思ってます。音フェチ動画、いろんなやつ。今回はこの前アリサちゃんが紹介していたザ・リアル・プニット・ステーキ BC を音フェチしていきたいと思います。はい、やっていきます。柔らかいやつからいく？うん、いくよいいよ、そっち使って。はい、いきます。乾燥とかペタペタってる気がする。じゃあ次4番目に語る。やっていいよ。やれる？ちょっとね、喉が痛い。いいよ。もう硬くて聞こえてるかわからん。わかんない。次、最後。大丈夫？大丈夫。なんか、喉が痛い。大丈夫？これって音フェチ。なってるなってるなってる。やばくない？リナ。大丈夫？大丈夫？熱い。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 やばそう。大丈夫？一回休憩してたら？大丈夫かな？もう一回行こうか。ね、どうぞ。行きます。以上です。大丈夫？帰って寝とったら病院？ちょっと病院でやりようか。ちょっと姉ちゃんこれ持ってて。いいよ。それ何？なんかな。ドッキリ大成功。ねね仕掛けとったと。体調悪いドッキリです。え、この3人知らんかった？そうよ。ユナとアリサとユナとミナが知らん。最低。私がねねちゃんに渡したのはてってれー、ドッキリ大成功。じゃあこの企画だし、またまたねねが引っかかりました。初コンビでやばいな。